皆さんこんにちは、占い館ルーチェの愛です。本日も明日の三択占い、サクッとワンポイントアドバイスをしていきたいと思います。本日も BGM は私の歌を使用しておりますので、ぜひそちらの方もお楽しみください。では左側の青いバラのカード、真ん中の紫のバラのカード、右側の赤いバラのカード、お好きなカードを直感で1枚お選びください。はい、選べましたでしょうか。では左側の青いバラのカードから見ていきましょう。はい、ザ・エンペラー、皇帝の聖地が出ました。明日はですね、とても前向きで自信にあふれた、精神で進んでいけそうです。そしてですね、とても行動的になれますので、そしてですね、行動することでですね、ご自身が望んでいるものを手にすることができる、そんな状態ですので、はい、どんどん、前向きに進んでいきましょう。はい、そしてですね、リーダーシップを求められる場面も出てきそうですので、どんどんですね、こう周りを巻き込んでぐいぐいご自身が引っ張っていく、そんなことを意識しながら過ごしていただくととても良さそうです。では次に真ん中の紫のバラのカードを見ていきましょう。はい、ザ・スター、星の聖地が出ました。明日はですね、とても希望というものをですね、こう持って一日を過ごせそうです。はい、具体的に言いますと、目標を見つけてですね、そこに邁進していけたり、またその今まで頑張ってきた目標に対して、ゴールが見えてきてですね、そこに向かって邁進できる、そんな状態です。はい、恋愛におきましても、こう、新たに好きな方ができたりですね。はい。そういう、希望や憧れを持って、一日を、過ごしていただくと、とても良い方向に進んでいけそうです。では最後に、右側の赤いバラのカードを見ていきましょう。はい。ザ・エンプレス、女帝の逆位置が出ました。明日はですね、ご自身の、愛の力がこう強すぎてしまってですね、こう愛情過多になってしまったりですとか、そうですね、あとそのこう相手から愛情が得られないことへのこう不満足とかですね、こう欠乏感、そういうことにですね、こう気持ちがとても不安定になってしまう、そんな状態に陥ってしまいそうですので、はい、そうですね、こうご自身の気持ちをコントロールすることをですね、意識して過ごしていきましょう。はい、そうですね、こうまずはご自身の好きなこととかですね、そういうことをこうやっていただいて、ちょっとその不安な気持ちからご自身の気持ちをですね、こう話していただく、そして気分転換をしていただくととても良さそうです。本日の三択占いは以上になります。皆様の明日がとても素敵な一日になることを心からお祈りしております。本日も誠にありがとうございました。占い館ルーチェは2022年3月21日スピリチュアル界の宇宙元旦の日にいよいよオープンを迎えました。この動画の概要欄にルーチェのホームページの URL がございますので、ぜひぜひそちらから足をお運びくださいませ。個性豊かな占い師が揃っておりますので、プロフィール欄をご覧いただき、ご予約をくださいますととても嬉しいです。ルーチの鑑定はズームにて行いますので、占い師の顔を直接見て、そのまま占いを受けていただくことができます。その点とてもご安心いただけるのではないかと思います。TikTok と Instagram の方も同時にオープンしておりますので、そちらの方もチェックしていただけましたら、とても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。高評価ボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ではまた次回、さようなら。